プントランドにおける石油採掘。この記事ではプントランドにおける石油採掘について説明する。現在のソマリアがほぼ無政府状態なのは、もともと豊かでない国土が、干ばつや外政によってさらに貧しくなり、士族同士の対立が生じたからであるが、資源が少ない、この国を大国が見捨てたからという位置もある。21世紀になって、ソマリア東北部の独立地域、 プントランドに油田があるとの話が持ち上がった。この石油をめぐって、ソマリア暫定政府、プントランド州政府、外国石油会社が争奪戦を繰り広げている。アフリカ石油社が、プントランドでの現地調査を行い、一部の油田の埋蔵量18億から83億バレルと推定している。参考、石油、主な産油国と油田一覧に、 世界各国の油田の推定埋蔵量が掲載されている。アフリカ東部のソーマリア、ケニア、エチオピア、アラビア半島南西部は山上期末からジュラ期末にかけて旋回であり、石油ができる条件としては有望である。ただし、地中温度が高いため、有機物が堆積しているとしても、ガス化している可能性がある。実際、隣国のエチオピアで見つかっているのは、 ガスデンである。1990年代、アメリカの会社この子は共同で、ヌガール渓谷、現在のプントランド州とガローウエもこの渓谷にあるを、敷屈したが、二度の失敗に加えて、ソマリアのバーレ政権が崩壊して、内乱状態となったため、開発を断念している。内戦が続く中、1998年に、ソマリア北東部で、 プントランドが独立宣言した。2005年4月、オーストラリアの商人、テリー・ダニリー、テリー・ドネリーとアンソニー・ブラック、アンソニー・ブラックの所有する会社コンソート、プライベート社、コンソートプライベート LTD は、プントランドを訪れ、代表者たちと面談している。2005年6月10日、プントランドの大統領モハマド・ヘルジ、計画及び外務担当長官、 アブディラハムファロレ、コンソート、プライベート社のテリーダ・ニリーは、アラブ首長国連邦のドバイで、プットランド資源開発に関する打ち合わせを行った。プントランド代表はこの打ち合わせの後、ケニアのナイロビに亡命している、ソマリア暫定連邦政府、TFG の元を訪れて、打ち合わせを行っている。当時の TFG の代表は、プントランドの前大統領アブドゥラヒウスフであったが、 プントランド代表が外国企業と勝手に国土開発の打ち合わせをしたことに不快感を示している。ソマリア暫定政府は8月28日、外国企業に対してソマリア暫定政府を通さず、地方政権と交わした石油採掘権はすべて無効であるとの警告書を送っている。コンソートプライベート社のあるオーストラリアの証券取引所に対しては抗議文を送っている。 それでもプントランド代表団はドバイに戻り2005年8月30日ホテルヒルトンドバイにてコンソートプライベート社にダーロー地区とヌガール地区の探査と支出に関する専有権を与える役を交わしたこの取引はごく少人数で行われたため契約の詳細は不明であるがプントランドの大臣の数名がこの会社の取締役となり プントランド政府はこの会社の株式のかなり多くを得ことになった。この契約成立を受けて2005年9月9日、ソマリア暫定政府のユスフ大統領は BBC のインタビューに応じ、ソマリアの天然資源はソマリア国家の所有物であり、ソマリア政府が管轄していると答えている。9月29日、プントランド政府高官数名とビジネスマンからなる代表団は、 ジョハールで、ソマリア暫定政府財務局長官を務める、モハメド・ユサフ・ガーガーブを訪れ、この計画への同意を求めたが、断られている。オーストラリアの企業レンジリソース社は、2005年10月5日、コンソートプライベート社から前期の占有権の50.1%の権利を購入した。レンジリソース社は、現金250万ベイドル、17ヶ月間に、 わたっての毎月20万ベイドルの支払い、レンジリソース社株8500万株支払い、及び8500万株分のストックオプションを約束した。2006年6月、レンジリソース社は、残りの49.9%の権利も買い取り、合わせて、コンソートプライベート社の役員サー・シャム・ジョナー、サー・サム・ジョナーを、レンジリソース社の社外取締役として受け入れた。レンジリソース社は、 ソマリア暫定政府がこの動きに反対していることを知っていたが、ここは、賭けで投資に踏み切った。2006年10月10日、カナダの会社キャンメックスミネラルズ社、コンメックスミナールズ、後のアフリカ石油社は、レンジリソース社及び、プントランド政府と契約を交わし、レンジリソース社に、手付金として500万ベイドルを支払うことなどを条件に、 ダーロー地区とヌガール地区の開発権の80%を譲り受けるという覚書を取り交わした。その案は2007年1月23日のプントランド議会承認を経て10月に署名された。キャンメックス社はこの資金調達のため自社株400万を個人投資からに対して2000万ベイドルで売却している。キャンメックス社は現地調査を行い、 2007年1月31日に、ヌガール地区の推定埋蔵量を18億から83億、バレルと発表している。一方、話はやや遡るが、ソマリア連邦暫定政府は2006年5月、中華人民共和国の中国海洋石油総工市、中海石油、クヌックに、モガィシュ北東 500km、プントランド付近ではあるが、 プトランド内ではないでの石油調査権を与えている。2006年末から2007年初頭にかけて、ソマリア暫定連邦政府は、イスラム法廷会議と激しい戦闘を繰り返していた。2006年11月、ソマリア暫定連邦政府が、臨時首都バイドアで敵に包囲されたのを受けて、エチオピアは、イスラム法廷会議を、ソマリア中央部から追い出すための進軍準備をしていた。その最中、 ソマリア暫定連邦政府の大統領アブドゥラヒ、ユスフは中華人民共和国の中海石油を訪れ、社長の風声玉と面談している。2007年6月、ソマリア暫定連邦政府のエネルギー庁長,長官、アブドゥラヒ・ユサフ・モハメド、アブドゥーリヒ・ユスーフ・モハマドは、ケニアのナイロビで、中海石油総経理のアフリカ担当役陰鎮、卓標、中国国際石油ガス社、 チャイナインターナショナルオイルガス、CEO グ総経理のユダーイ、ジュダイと面談し、6月24日に中海石油と CEO グが合同でソマリア沖の海底油田を開発し、石油収入の51%をソマリアに渡すことを発表している。2007年8月、ソマリア暫定連邦政府総理のアリーム・ムハンマド・ゲイディは、1991年以降に、 ソマリアの地方政府が外国と交わした石油開発に関するすべての契約をすべて無効とする法案をソマリアしばらく連邦議会に提出した。さらにソマリア全土の石油調査権をインドネシアの企業 PT メドコエナージーインターネのネル t b t とクウェートの企業クウェートエネルギーカンパニーに売却しそのための調整会社として政府と議会が運営するソマリア国家石油会社。 ナショナルオイルカンパニーオブソマリアを設立した。2007年8月20日、キャンメックス社は社名をアフリカ石油社、アフリカオイルコー、青イ V に変更した。レンジ社とアフリカ石油社は2007年9月、プントランドのダーロー地区とヌガール地区の地調査を完了し、ヌガール地区については地震探査も完了した。冬になると、すぐ、 ヌガール地区の私掘とダーロー地区の地震探査が始まった。石油開発は必ずしも地元で歓迎されなかった。2006年の前半、電磁車のスタッフ10名以上が、プントランド西部のサナーグ地区で地元兵士に殺害された。2007年秋には、プントランド最大の港湾都市ボサソの東 60km に、ある公益都市ブル、ブルで武器攻撃を受け、 追い返されている。二千七年十二月十二日、プントランドの漁業公安局長官の制度モハメド、ラージェ、サイード・マハミド・レイジは、大統領のヘルジと対立し、議会を退職した。対立の直接原因は、プントランド最大の公安都市ボサソの取扱いに、関してであったが、ラージェは、ブルの氏族出身であり、レンジ社とアフリカ石油社の取扱いに関する問題も、 関係していた。2007年12月16日、ヘルジ大統領は内閣を改造し、新たに石油資源局を設け、新長官にハッサン・オスマン、ハッサン・ロア・オスマンを任命した。2008年2月19日、アフリカ石油社は、インドネシアのチャトゥアキータ・パーサーダの完全子会社で、シンガポールにあるエナージータタ・パーサーダ・テイ・ LTED に屈作装置を発注し、 その装置の一部が中国東映市の工場で作られている。ソマリア暫定連邦政府のユスフ大統領は病気のため2008年2月3日までロンドンで入院していたため、その間はこの問題でソマリア暫定連邦政府が動くことはなかった。ユスフ大統領はソマリア暫定政府があるバイドアに戻る前の2008年2月5日に 支援国エチオピアの首都アディスアベバに立ち寄り、プントランドの石油採掘問題に関して、エチオピア政府と打ち合わを行っている。2009年1月に、プントランド大統領選が行われて、政権交代が起こる、可能性があったため、2008年12月3日、アフリカ石油社は、プントランドの地震探査をすべて終了した。大統領選では、 現職のユズフとアブディラハム・ファロレが争った。ファロレはオーストラリアへの留学経験もあり、当初からプントランド油田開発計画に関わっていたが、油田開発についてはレンジリソース社の競合会社との結びつきが強かった。ファロレは当初からレンジリソースのような小さな会社にプントランドの油田を任せるのに反対だったという。 選挙結果は1月12日の月曜に判明すると予想されたが発表前にファロレの優勢が伝えられてレンジリソース社の株は暴落1月9日の金曜に取引停止に追い込まれたそれ以前から株価は落ち込んでおり取引最終時点では18ヶ月前と比べて5%にまで減少した選挙の結果はファロレが当選している 2009年1月13日、アフリカ石油社の調査隊は、ボサソ港から出国した。2009年7月、ファロレ大統領は、石油政策見直しの公約を実現すべく、ドバイに、プントランド代表団を送り込んで、レンジリソース社、アフリカ石油社との打ち合わせを行っている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。